ちゃんともチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日ご紹介するアイテムはですね、ノースフェイスの2021年春夏モデルクライムライトジャケットサミットゴールドになります。よろしくお願いします。2年使ってね、まあいいなぁと感じたところとかね、ちょっとこれはーっていうところとお伝えしていけたらなと思います。よろしくお願いします。いや、今のね、この春の時期ね、朝とか夕方とかこれ一枚あったらね、だいぶ助かりますね。日中はね、温度が上がってくるんでね、まあ暑くなったらね、タップがついてるんで、これに直してもらったらいいかなと思います。これに直してカバンに掘り込んどいたらそんなに邪魔になりませんね。いや、ほんでね、やっぱりゴアテックスなんで雨でも全然大丈夫ですね。ゴアテックス。で、これ L サイズになるんですけども、2021年モデルは僕これちょうど着てね、まあ、ヒートテック着て、ロンティー着て、これ一枚羽織ってちょうどいい感じですね。まあ、厚手のスウェットパーカーとか着たら、もうちょっと大きくてもええかなーっていう感じたりとかね、します。でも2022年のモデルは、身幅が広くなって、ちょっとゆったりしてるんですよね。これはやっぱり試着して、サイズ感確認してからね、購入してもらったらいいかなと思いますがね。まあ、2021年のモデルもね、セカンドストリートとか行ってもらったらね、まあ、売ってると思うんで、まあ、サイズ感見てね、購入していただけたらなと思います。でも2021年の僕が購入した時は、これ3万3千円やったんですけど、2022年が35,970円。で、今年が38,500円とね、どんどんこのクライムライトジャケット値段が上がっているんですよね。いや、38,500円も出すんやったら、きっと、まあ、もうランク上のね、マウンテンライトジャケットを購入も考えれるんかなと思うんでね。3万3千円やったら、まあ、クライムライトジャケットおすすめなんですけどね。まあちょっとデザインが変更したりとかね、この生地感が変更されたりとかしてますね。まあ2023年モデル、なんかリサイクルナイロンに変更になってるんですよね。まあリサイクルナイロンやからって言ってね、コストはかからんかって言ったらそうではなくてね、結構コストはかかってるみたいで、値段がまあ上昇してしまっているというふうに、まあ、調べてみるとね、書いてありますね。まあ、こっちの方が結構マットな感じなんですけどね。まあ、その代わりちょっとこうね、汚れやすいイメージが僕の中にはあって、結構ね、首周りのこの辺とかね、まあよくこう触るんでね、やっぱりこう、ちょっと汚れがね、目立ってきたりとかするんですよね。まあ使ってたらしょうがないですけどね。まあ黄色やからね、まあ、ちょっと汚れたら、目立つんですけど。まあこれもね、一つの味なんでね、いや、まあまあ。まあ、ここが止水ジップになってね。まあ、ちょっと硬いんですけど。で、こっちのチャックはね、止水ジップじゃないんですよね。これね。真ん中だけ止水ジップで。まあ、ベンチレーションとかはついてないですね、ベンチレーションね。いや、このね、今の時期ね、大活躍してますね。
まあ、この辺もね、ベルクロで調整できますんでね。ちょっとこう、油断するとすぐ汚れちゃうんでね。洗濯しても、なかなか取れないね、油汚れだったりとかね、あるんですけど。まあ、汚れが気になる方はね、ブラックとかね、ニュートープとか凍ったらね、そんなに目立たないかなと思います。これからね、どんどん着ていこうと思います。このロゴはやっぱり刺繍であってほしいですね。2022年モデルからね、プリントになってるんですよね、プリント。プリントはね、どれぐらいで剥がれるかわかりませんけど、まあ3年から5年ぐらいのまあ仕様の仕方によってはね、剥がれてくるんかなと思いますけど、まあまあ、仕様の仕方にね、気をつけて使っていただくしかもうないですよね。まあ、できたらここは刺繍にゴールドウィンね、こだわってほしいかなと思いますね。サミットゴールド。素敵なカラーです。これからどんどん着ていきます。本日はこの辺で動画終了させていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。また、コメント、高評価、グッドボタン、よろしくお願いいたします。失礼します。